おはようございます。今回は今流行ってる GRWM Get Ready With Me もやっていきたいと思います。まあ誰が興味あったって話だけど、まあ留学生がどんな感じで学校準備してるかとか、まあ、なんかそういうのをちょっとブログじゃないけどそういうのでやっていきたいと思います。でいこう。で、だいたい朝起きて一番最初にすることは、あ、顔洗って歯を磨きます。おすすめ、めっちゃいいよ。こんな感じで顔を洗って歯磨いて、あとまあもうちょいちょっと髪も直します。バイバイ。今ね顔とか洗って、次朝することは何だと思いますか？そう、コーヒーマシンをつける。コーヒーマシンをつける。やっぱね、朝はコーヒー飲まないと始まんないから、朝はコーヒー飲まないと始まんないから。ということでまだ6時37分、 とりあえずコーヒーマシンつけて、でトースト、これを準備していきます。ちょっとこの辺を片付ける。食器こんな感じで入ってるから、この中に食器を入れていくということで、でいつも俺が食べてるのはこのレーズンパン、レーズントーストにバターとコーヒー、このね、セットにめっちゃハマってます。ということで今回もこれを朝に食べたいと思います。こんな感じで入れて、いつもこの両面焼きこんな感じでやってます。で、このトーストとかはね、準備してる間に次俺は何するかというと、まず学校の準備をねしちゃいたいと思うんで、学校の準備をしていくんだけど、まあ何が必要か、大学はもうほんとパソコンあれば十分って感じだから、とりあえずパソコンをバッテリー突っ込んで、あとまあ時計とか、あとなんか入れなきゃいけないものをこうまあ適当にパッパッパッって突っ込んでいく感じで、まあだからそんなに準備に時間かかんない。着替えるのもまあこの格好の方が楽だから、これでいるからね、準備していく。パソコン、これでいつも使ってるやつね。これね地味に重いんだよね。手帳、なんか普段日本にいるときはなんていうの、手帳っていうの、スケジュール表、スケジュール帳とか書かないけど、なんかその課題とか多いじゃん。だからそういうのをただなんか覚えてるだけだと俺すぐ忘れちゃうし、あれもうあと1週間後に提出だとかなっちゃうから、まあスケジュール表買って全部その日程書いたりとか、その予定をスケジュール表に書いて立てたりしてます。ぜひ参考にしてみてください。まあしてるか、みんなやってるね、こんなことはみんなやってますっていう意見の方はグッドボタンお願いします。
で、もうね、実はもう実はあのね、学校の準備は終わったんだよね、何もしないじゃんって思う方もグッドボタンお願いします。で、まあこれは大体終わったらリビングに行って、まあご飯の準備、まだ温まってるかどうかわかんないけど、まあコーヒーの準備します。コーヒーマシンの準備ができたみたいだから、これから作っていきます。で、コーヒーをね、こうやってここに固めたら、このこれをここにセットしていくんだけれど、ちなみにいつもこれで飲んでます。これにミルクを入れていきます。おすすめ。こんな感じでめっちゃクリーミーにこのマシンだってできます。ミルク、ここでやるか。これわかる？今回めっちゃうまくいった。せーの、うまくね。やっぱね、朝こうやってラテアートがうまくいくときが一番テンションが上がりますね。ちょっと片付けます。完成。こんな感じ。まずは、じゃあコーヒーからいただきます。天才、うまっ。パン、レーズントーストもいい感じに焼けてて美味しい。現在ご飯食べて7時18分になりました。7時半に出なきゃいけないから急いで歯磨いて、で着替えて、で出るって感じです。よいしょ、レッツゴー。急いで着替えます。では着替えていくよ。準備終わりました。いつもこんなこういう感じのパーカーに、ズボンは半ズボンって感じです。早く急いで、もうね時間がやばいから、ちょっと急いで歯磨いたり、まあ、ちょっとパーパーパーやっていきます。 OK、 準備できました。今回も動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。